とりあえず久しぶりの日本に帰ってきたと思うけど、どう？日本は最高。最高？何が最高？久しぶりって言っても、もうほんと10年ぶりぐらいじゃん。10年ぶり。ほんとジャスト10年ぐらいいたよね。ジャスト10年。2012年にアメリカ行った。そうだよね。で、10年間ニューヨーク。最後は泊まってたよ、そうだね。で、次の日行ってくるわって感じで行ったね。そう、デミさんもおったやん。ビーマニーもいたし。ビーマニーも。で、そこから10年経って今戻ってきて、まあ、日本最高？最高。その日本の最高の部分と、こう、良くない部分ってやっぱすごく客観的に今見れる状態だと思うけど、何が最高で何が良くない？最高なのはもうなんか人が丁寧、全てが丁寧、あともうなんか物がパクられへん、物パクられへんくない？そう、リュックとかその辺置けるって感じ。考えられへん俺でしょ。ラップトップ入ってるリュック置いてあったら、鍵閉めてない自転車見たらもうほんま考えられへん。もう部屋みたい。良くないとこ？いやまあいいねんけど、平和でいいねんけど、まあいい意味で平和やねんけど、いやいいんちゃう。逆を言えば、まあ警戒心が薄いっていう。まあでもそれでいけるんやからええんちゃう。安全だから。安全だから、安全な部分がいい。最高。まあ、でもニューヨーク10年いて、あのもうずっと毎日やってたよね、本当にね、もう完全ライフスタイルじゃん。毎日何十曲も作ってる感じでさ、そのまあとりあえずニューヨークのライフスタイルでなんかすごくいい、なんかこう勉強になったっていうか、これは自分のものにしてなんか良かったみたいな勉強になったってことなんかある？ひたすら頑張る。ひたすら頑張るしかないみたいな。であんまり日本みたいにあの娯楽もそんなないし、ニューヨークは、アメリカは多分娯楽の多分種類が違うと思うけど、そんな手軽な、なんか例えばすぐそこに行けばラウンド1があったりとか、そういうのはないから、24時間で空いてたりとかもする。7時に閉まるからみんなもう仕事終わったら早く家帰りたいから、そういう娯楽がない部分、自分のやらないといけないことにもっとフォーカスできる。逆無理やりにでも自然とフォーカスできる部分。何使ってんのみんな？MTC。 MTC エイブルトン。相性、今日のあれは昔マシーン、ロジック、ロジック、ロジック、コルクのマイクロキー。マイクロキー、マジで？そう、すごいな。それ作れんの？それね、もう余裕では、まあ金ないんだ。マジでやばい。じゃあちょっとなんか一個作ってみる。はい。見えてる？もうちょっとズームできるかね。この辺が画面に行こうかし。グラディスとなんかそのニューヨークで、あの行ってから初めて会った時、結構でしょ、なんかおおって思って。え、何？日本だと。あ、ニューヨークで会った時。そう、やっぱさ、ニューヨークでいるとすごく姿勢がいいしさ。あ、こっち帰ってきて猫背になってるでしょ。ちょっと姿勢よくするわ。なんかさ、日本だとやっぱこのレイドバックチルってる感じになっちゃうけどさ、ニューヨークってまじシャキッとしてない、ビシッとしてないって言われちゃう。めっちゃ背筋伸ばせって言われるから。そうそうそう、めっちゃ姿勢良かったし、めっちゃ歩くの早いし、あとめっちゃ仕事頑張ってるやんみたいな。だからやっぱそれはなんかそういう、みんなそういう感じでやってるから自然とそうなるってことでしょ。周りに影響されて。そうだよね、周りに影響されるから。みんな緩くは生きれないでしょ。緩くは、まあそうやな、家では緩いけど外出たらやっぱ、外出たらビシッとする。なんか大変なことあった？ニューヨークに。結構サバイブって感じだよね、ニューヨーク
はね常に大変そうだよ、ね、まあまあまあそうだよね、まあ、大変なことをあげたらきりないと思うけど、まあその中ですげえ良かったことは何、うん、良かったこと、うん、良かったことはやっぱ集中力を高めたかな、あっちで集中するっていう、うん、それなんで集中力が上がったの、集中力はやっぱり常にやってないと負ける、まあ、勝ち負けじゃないけど常に作ってないとやっぱりなんぼでもおるから無限にやばいやつらももうアホみたいにおるから、もう隣の部屋に住んでるやつがめちゃくちゃやばいみたいな、別にインスタグラムのフォロワー10人ぐらいやけどもうめちゃくちゃやばいみたいな、そんなやつがいっぱいおるから、勝負はまああんまり勝負の世界って言いたくないけど、まあ勝負の世界やからもうひたすら頑張るみたいな、ひたすら頑張って弱肉強食。セラサンプル、セラサンプル使ってる？使ってます。使ってる？めっちゃいいやんな。めっちゃいいですね。完成。早っ。全然。まあまあじゃあお客さんから。なんかあのそういう音楽制作過程によってなんかニューヨークでなんかこうすごく思い出深いというかなんかこう印象残るシーンとか、ね。印象残るシーン。やっぱ自分は結構あのビートバトルよく出てて。うん、そうだよね。うん、ゴーストフェイスのあれとか、あ、そうそうそう、ゴーストがじゃあ、あれどういうあのビートバトルだったの、あれは、あれは普通に、いや、なんかインスタグラムで多分誰か見つけて、うん、でポストしてたから、あ、じゃあエントリーしようと思って、うん、で出場したら優勝したみたいな、うん、何人ぐらいですか、2、30人かな、へえ、でゴーストと、うん、ゴーストフェイスキラーと、あと誰やったっけな、誰やったっけ、審査員ゴーストです、審査員ゴーストと、うん、あとあの人アルティメットブレイクビーツ作ってる人、うんうん、ごめんちょっと名前出てけへん今、うん、ジョー、いや誰やったっけな、 DJ の人、普通のおっちゃんの人、誰やったっけな、そう、その人がまあジャッジで、うん、お前みたいな、うん、お前優勝、これまで2人ずつ戦うの、はい、そうそうそう、あ、ブレイクビートルー、ブレイクビートルー、あれもともとはミュージックっていうか、ね、多分、あ、そうなんですか、あ、そうなんや、その前も何回か優勝してて、あ、で、その次はなんかスキービーツがジャッジの時に優勝して、で、もっと前はあのスクラッチナイスと一緒に2人であのビートバトルに出た時も優勝して、結構優勝してんだね、結構3回ぐらい、やばいね、そう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 、それ何、優勝すると何か権利が得られる、権利、名誉、あ、名誉、名誉、そうそうそう、そのジャッジのやつらの連絡先交換したりとか、なるほど、そう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 、じゃあそのビート出てるやつとこう交流持ったりみたいな、そうそうそう、うん、そうそう、それやっぱしょっちゅうやってるの、毎月とか、毎月やってる日にやるのもあるし、うん、いろいろ、うん、常に音楽があるから、そうだね、生活してて常に、うん、常に音楽、歩いててやっぱ、まあ、常に音楽鳴ってるもんね、常に音楽、うん、常に音楽、ね、どこでも歌ってるから、どこでも踊ってるから、どこで歌ってても誰も恥ずかしがり、そうだね、そうそう、めっちゃ俺恥ずかしがりやねんけど、そういう分はちょっと治ったかな、あっち、そっか、じゃあそのビートバトルと、あとなんか
そういう印象的ななんかあったりする？スタジオ作業とか。スタジオ作業あんまないねんな俺正直。あるけど喋るほどないかな。でもさ、なんかさ、一緒に行ったあの DITC スタジオ結構あれ感動したんだけど。 DITC スタジオやばかった、うん、食パン工場の上にあるスタジオ。そうそう、ブロンクスの、あのボーカルブースにさ、あのビッグエルのあのなんかあの壁画のなんかのスポンジみたいな、あ、ビッグエルの、あれ結構なんかアメリカのスタジオ。あとみんなのプラックがね、プラックね、やばかったよね。もうケツはあんま気にしないけど、もう触った瞬間にこうやってボールが消えるようにしてあるんで、これ全部バラバラ、全然関係ない部分ですけど、普通に1個のスポットとかやったら、なんですけど、いろんな部分を集めてきて自分のノリにしたら、こんな感じになるみたいな。はい、これがやりたいんですけど。毎日やってたらできるっす。毎日、はい、ガンガン質問しちゃってください。時間あるんで。あ、じゃあ左から。ハイハットを打つ時のなんかグルーヴ感が、はいはい、いつもいいなと思ってて、はい、そんななんか工夫してるところみたいな。工夫はもうなんかなんやろな、あんまり普通にチッ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 にせんと、なんかちょ、これは結構特殊な感じで、もうなんかなんかこれやったら、例えばもうこうやって普通にいつもこうやって打つのをやめて、なんかこうやって遊んだり、こうやって自分でスイングスイング、こうやって指でこうやってかけたりとか。そうそうそう、本体せん方がいい、ハイハットは絶対。そしたらあのグルーヴ出るから、絶対。そう、クオンタイズ、みんなクオンタイズしてる？作るとき合わせてくれるみたいな。そうそう、自動で合わせてグリッドに合わせて、あれ外して自分で打ち込むようにしたら、もっと体でグルーヴ感じれるようになるから、うん、絶対それ練習した方がいい。結構時間かかると思うけど、慣れるまで。でもずっと練習してれば絶対良くなるから。そもそもなんでアメリカに？アメリカ、いや行こうと思ってやねんけども。そうだよね、確かに。なんで明日から行ってくるわみたいな。え、それで10年もいると思った？え、いやもうむしろ10年以上っていうか、もう帰ってくる予定は元からなかった。あ、なるほど。うん、そうそう。じゃあもう骨を埋めるつもり。そうそう、で、癌になって、で、これはまずいと思って帰ってきた。癌にならんかったら帰ってけへんかった自分が。そうだね。そう、あっちで治療を選択する道もあったけど、でも多分自分のステータス的には保険がないから、アメリカの。だからもう帰ってきた方がやっぱり、うん、長生きできると思って帰ってきた、うん、まだ作りたかったし。もう嬉しいけどね、帰ってきた。みんなやっぱこの歓迎ムード超伝わるっしょ。あ、もうおかげさまで。ありがとうございます。めっちゃ伝わらない、こんな全国津々浦々言ってさ。ありがとうございます。グラディさんスクラッチ帰ってきたみたいな。ありがとうございます。めっちゃ歓迎ムードになってるよね。まあでもその実際今言ったようにその癌になって戻ってきたってなったけど、まあその今癌になって実際今それを抱えて、なんかそういう今感じる部分っていうのは、率直に感じる部分っていうのは、宣告された瞬間はもう頭真っ白になって、ちょっともう血の気が引いたけど、まあでももう作るしかないかなみたいな、もうひたすら生きて、もうだから、もう実際それしかないから。そうやね。今はもう何とも思わない。今はもう治療進んで、もう今月手術することになったから、そう。そう。ね、本当に、あの、宣告された時、次の日ぐらいからなんか俺喋った記憶があるけど、めっちゃやっぱね、大したもんな。うん、仕方ない。まあ、でも今めっちゃ前向きよね。うん、前向き。すごい、ほんとそこは。まあみんないつか死ぬからな。うん。そう。でもやっぱなんかそこでさらになんかこう精神的にというか、うん、あのなんかすごい次のステージに行ってる気がして、なんかしてなんかしょうがないというか見てて、うん、うん、そういうのなんか感じたりする。うん。そうやな。
ひたすら作るだけ、作ってなかったらもう生きてる気せえへんもんね、もう正直。だから作るのみ、だからめっちゃ自分にフォーカスできてると思うんだけど、結構やっぱその自分にフォーカスできてる人ってすごい本当に一番強いと思うし、ぶっちゃけ周りのノイズがあんま入ってこないじゃない、なんか周りが何やってるとかさ、なんか誰が店員さんめっちゃうなずいてるカメラのめっちゃうなずいてるけどほんまにみたいな、そうじゃないそ う, ね、そう思いますよね、デビさんね。いやだからそのあんまり本当に周りがどうこうとか、実際なんか どうなん最近とか周りどうなんって結構聞いてくるけど、なんか意外とそんなに気にしてないというか、ただのなんかあの今の情報なだけというのでこうキャッチしてる感じがして、なんか本当になんかこいつがこうやってるからこうやろうとか、別にそういうなんていうのかな、変なそういう気持ちはなくて、なんかただみんなただ元気にやってるとか何やってるっていうぐらいのなんか情報収集しかしないというか、その今何がこう来てるからとか何が流行ってて誰が熱いとかあんま気にしてないよね、実際気にしない、ね、自分だもんね。そうそうそう、なんかそれすごいなと思うんだよ。いやもうほんまに思うのはもう俺はもう今日何食って寝てもうめっちゃやばいの作りたいみたいな思って毎日生きてるだけやから、それ以外のことあんま入ってけえへん。すごい、それってやっぱそこまで断捨離でできる人ってほんといないと思うからね。トップに行く人らはもうもっとやばいと思うで、もうもっと集中してると思う。ほんまにもうプロのスポーツやってる人らもうほんまにすごいと思う。確かにね、もうそのレベルに持っていけるように頑張らないと、やっぱりプロの意識とアスリートにならないと、やっぱりほんまにトップを目指そうと思う、うん、いやだからそのメンタリティがねやっぱねすごい、ほんとなんかこういろいろシェアしたらもっとなんかこう周りがよなんかいい影響を与えるんだろうなって思うから、今日なんかこうやってインタビューで撮らせてよってなんかこう、ね、言って心よく引き受けてくれたんだけど、やっぱそのメンタリティでなんかこういうなんていうの音楽にしろ、まあ音楽じゃなくてもいい、なんかこう生きていく上でこう生きていく上でだとちょっと広いからあれだけど、まあ音楽業界をサバイブしていく上で、まあ、だいぶもうサバイブしてきてると思う、20年以上サバイブしてきてると思うけど、何が大事、まあもちろんその作り続けるっていうのがもちろん大事だと思うんだけど、そのメンタリティの面でなんかこうすごくなんかね他のプロデューサーとはやっぱ俺は違うと思うから、なんかそこをなんかこうシェアしてほしいな。ひたすら作るだけ。そうひたすら作ってたら、最初多分始めた時とかは多分10分ぐらいしか集中できへんのが、多分それを3年も4年も続けてたら1時間でも2時間でも集中できるようになるから、積み重ねで積み重ね、全てはでもみんなできるから、絶対にみんなできる、好きだったらね。そう、もうほんまに作り始めた時とかほんまもうめげると思うけど、ひたすらもう分からんくても続けるっていう、ひたすらとにかくもう1日も自分のやりたいことの 0.1 ミリぐらいが分かるっていうのはもうすごいでかい進歩やから、だからもうほんまに少しずつの積み重ね、だから何十年もかかると思うけど、それは覚悟した上で続けていけば絶対にいつかやばいやつになるから、誰でも絶対なる、ひたすら頑張る、ひたすら頑張る。すごい、だからほんとひたすら頑張る、ほんとひたすら頑張れてるのがすごいなって。それはやっぱニューヨークの環境がそうさせたってこと？いや、もう日本におる時からそうせな、絶対に続かへんと思ってたから、ずっとそう思ってやってた。で、それをするためにそのアメリカに行くっていうことが一番いいと思ったから行ったと。いや、アメリカに行くのは多分子供の時からアメリカに行って勝負したいと思ってたから、それはもう流れで今タイミングやなと思って行った、うん、うん、そうそうそう。でもこうやって帰ってきちゃったじゃん、うん、
それはどうなの、ちょっと悔しいなとか最初思ったけど、でもまあもう今は正直言って俺が行った時は多分ここまで多分インスタグラムとかそういうのはなかったし、そういう世界中のつながりがまだ多分薄かったから。でも今はもうそんなのほら、そうだね、DM で全てが取ったりるから、だから別に俺は今どこにおっても、うん、そう。結構さ、あの向こうに行っても日本のアーティストとの仕事をしてたじゃん。してたしてた、うん、それはどういう風に交流が あなんか DM くんねん、やっぱ DM、 全ては DM、 あーそう DM、うん、全然知らないやつから来る、それともこいつ名前知ってるってあのもあるし、うん、知らないやつから、うんうん、まんべんなく俺はいろんな人と、うん、そうだよね、そうそうそう、無限にやってるもんね、そうそうそう、アーティストとね、うん、そうこいつもやってんだみたいな、そう、それはもうプロモーションになるから、自分のクレジットをもらうってことは常に、うん、全てはプラスになるから、そう、ね、そう、で大体来るの向こうから、そう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 、うん、自分から声かけることはあんまり、うん、あんまりない、うん、そういうタイプじゃないの。そうか。データバンクの人どうですか、データバンク、それかっこいいやん、そのデータバンク、時計、その時計かっこいいやん、かっこいいやん。自分が聞きたいのは、うん、自分も音楽っていうかビート作るんですけど、うん、そういうのを、うん、こう自分なりに作ってるんですけど、うん、広め方とか、あ、広め方、あ、今日いい人をね、そういうのって、あれイスタドホール、あ、ちょっと今日ワーナーミュージックのあのレーベル A&R の友達来てるんで、ちょっとそういうのが難しいな、そういうの分かる、俺も苦手やね、ビートメーカーってやったな、どうやって広めんねやろみたいな、ちょっとイッサ来てちょっとじゃあ最後、さあ最後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 モチベーションの維持ってどうやってやるんですか、モチベーションの維持やり始めたのか、ああ、僕は周りにいっぱいあの音楽やってる人おったから、そのラッパーとかもだから、そういうやつらと一緒に遊んで作って、そう、これ昨日作ったやつどうみたいな聞かせて、そう、お互いに、そうそう、お互いに磨き合っていくみたいな、あ、それやっていって大丈夫です、じゃあありがとうございましたありがとうございます、ありがとうございました、ちょっとあの T シャツ売ってるからみんな買って帰ってな、よろしくお願いします、あれ来たら多分うまいやばいの作れるからはい、じゃあなんかデミさんからなんとケムにな、あ、ケムじゃない、デミさんからグラディスになんか聞きたいことって、なんか聞きたいこと、はい、何にもない、何もないでいいんちゃう今ので